ボンボンの部屋。あっちそっちそっちです。りっちゃんです。そしてせよです。高見です。はい、ということで今回からはニャーニャチャンネルさんのセイラちゃんとココミちゃんとあとリココちゃんがねちょっとこっち側に座ってるんですけども3人と一緒にボンボンの部屋をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まず第1回の今日は質問コーナーをやっていきたいと思います。はい、ツイッターから集めた質問など、10個選びましたので、はい、早速やっていきましょう。ニャーニャチャンネルさんの質問10ということで、大丈夫、学校の問題より簡単だから。そう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 、勉強より簡単だから、はい、じゃあ早速いってみましょう。はい、はい、1問目、はい、YouTube を始めたきっかけは何ですか？もともと YouTube を見てて、自分もやりたくなった。あ、そうなんだね。じゃあ YouTube は結構前から見てたんだ、3人で一緒に。ああ、そうなんだ。そうかそうか。それで自分たちもやってみたいなっていうふうに思いになったんだ。そうなんだ、すごいね。じゃあ次の質問いってみましょうか。はい、はい、こちらです。次、好きな YouTuber は誰ですか？ひまわりチャンネル。おー、あー、そうだね、おーちゃんまーちゃんね。あー、おーちゃんまーちゃんだな。あー、そうなんだ、はい、どういうところが好きなの？かわいいし、面白いから。おー、あー、なるほど。いいね。じゃあ、こみちゃんは？あー、かなちゃんね、かなきチャンネルね、そうかそうか。あの、キッズなんですね、うん、憧れてるのは。やっぱり、その、内容的にも面白いのが、やっぱキッズ向けのチャンネルなのかもしれないね。なるほど、なるほど、そうかそうか、はい、ありがとうございます。はい、では次の質問に行ってみましょう。はい、はい、お気に入りのおもちゃは何ですか？ジュエルポットです。ジュエルポット、どういうおもちゃなんですか？ジュエルペットの携帯、スマホみたいな感じのゲームアプリがいっぱいついてるような。なんだ、他の友達とかの間でも流行ってるの？ああ、そうなんだ。では次です。はい、次の質問です。はい、こちら。じゃあ、学校で流行っている遊びは何ですか？ドッジボールが流行ってる。ああ、ドッジボールか。懐かしい。安心したら、あんま変わってないから。そうだね。そうだね、ドッジボールか。そうか、懐かしい。私たちもやったよね、ドッジボールはね。じゃあ、ココミちゃんは？運動会の踊り。そうなんだ。へぇ、踊り難しい？はい、次の質問いってみましょう。はい、こちらです。はい、最近ハマっていることは何ですか？うん、プールのスライダー。プールのスライダー。じゃあプールによく行くってことかな？家庭用。家庭用？あ、そんなのあるんですね。家庭用スライダー、すごいですね。じゃあお家でスライダーをやって遊んでるんだ。いいね、夏はね、暑いから涼しくていいね。はい、じゃあ次の質問いってみましょう。はい、です。はい、それぞれにね、好きなところ、お互いに好きなところは何とするんですか？優しいところ。優しいところ。そうなんだ。じゃあ、ここみちゃんだから、せいらちゃんの好きなところはどこですか？面白い。面白いところ。リコリコちゃんの好きなところ。あ、そうだね、うん。あれええ残飯処理班ですね。そうなの？残り物をリコちゃんが食べてる。一番小さいのによく食べるんだね。なるほど、そうなんだね。ありがとうございます。はい、では次の質問やります。はい、はい、一日そのね、全部入れ替われるとしたら、まあ3人のうち誰と入れ替わりたいですか？なんでなんで？一番下で優しくされるからじゃないかな、うん、違うかな。ああ、じゃあ次の質問いってみようか。はい、じゃあ次の質問いってみましょう。はい、佐藤です。はい、ニャーニャチャンネルの中でおすすめの動画は何ですか？プールのスライダー。ああ、そうかそうか、今ハマってるもんね。ということでね、スライダーの動画は概要欄に URL を貼っておきましたので、ぜひぜひ見てみてください。はい、ありがとうございます。では次の質問に行ってみましょう。はい、こちらです。はい、将来の夢は何ですか？パン屋さん。パン屋さん、いいね。確かに私も昔、確かにパン屋さんとかケーキ屋さんとかなりたかったな。あー、なれないよね、今ね。え、でも、ね、あのバイトでやったから。あー、バイトで。あー、うん、パン屋さんいいよね。パンがさ、好きなのかな。そう、あー、そう、パン食べてたもんね、さっきね。ああ、そうか、うん、そうか、そうか、いいね。
こみちゃんは将来の夢は、うん、ケーキ屋さんいいね。じゃケーキが好きなの、ショートケーキとかチョコケーキとか。あ、リコちゃんあ、リコちゃんが来た。あここ、あ、ごめんあ、大丈夫です、そこ取れる、おっと、狭いよ、そこちょっと狭いよあ、おる、あっスリートなんですはい、ありがとうございます、はい、はい、では次の質問に行ってみましょう。はい、はい、これがね、最後の質問です、はい、今年、挑戦してみたいことは何ですか。ダンボールで滑り台を作る。おお、いいね。結構難しいけどね。でもなんかすごく YouTuber っぽくていいね。確かにそうだよね、うん、生っ粋の YouTuber っすね。でもね、3人の力合わせればそうだね。やっぱりダンボールで滑り台してたよね。そうだよね、はい、はい、ありがとうございます。まあね、まだちょっと緊張してたみたいなんですけども、あ、まあ、質問コーナーは以上となります、はい、ということで次回からもいろいろな企画を、まあ、3人と一緒にやっていきますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。ということでこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、またねー。